4月8日月曜日、時刻18時45分、午後間もなく7時になる頃です。サントンドライバーです。皆さんの地域はどうでしょうか？桜の方はね、埼玉県はもう今日あたりが満開で、まだ散り始めはしてないようですけど、たわわにこう、ね、桜のソメイヨシノが満開の状態になってます。さて、ちょうど1週間前にファイトオンツアーの発表がありまして、ちょうど1週間になりました。そういえば今日山下達郎さんのね、ツアーがなんか発表されてましたね。夏から秋に、暮れにかけてのツアー、まあ、彼の場合は7月から12月に21都市の43公演、すべてホールの公演のようですね。全席、して、席種はすべて、ね、同じで全席一律1万2000円ということでした。まあ、会場数はね、確かに43ですけども、まあ、全てホールということですのでね。なるほど。はい、山下達郎さんの発表が今日ありました。彼は、ちょうど71歳になったばかりですかね。まあ、同じ70代のソロシンガーが、ね、そうやって、頑張ってらっしゃるということだそうです。はい、で今日はですね、このファイトオンツアー、まあ、これまでに、仙台、広島、名古屋の飛ばし理由ですとか、まあ、先週は、レッツ山岸さんね、社長さんと、このファイトオンツアーについてトークもさせていただきました。で今日は何を話をしようかなと思ったんですけども、どうやら今年は昨年のツアー以上にチケットが取りづらいよ、チケット争奪戦であろうという、まあ、僕なりの判断をしましたので、そのことをねちょっとお話しさせていただきたいと思います。間違いなく昨年よりもチケットが取りづらくなると思います。理由は2点ほどありますんで、そのことをね、ちょっとお話しさせていただきます。はい、まずこれをね、こちらをご覧いただくのがもう一番わかりやすいので、これをこの表をね、見ながら、説明していきます。2024ツアーのスケジュールです。今年発表されたものと、昨年のツアーをこう照らし合わせた表です、ね、こちらをご覧いただきますね。はい、まず左手に2023年の昨年のツアー、これはトータル9会場18公演でした。で隣に、会場名の隣にねキャパと書いてあります。これがその会場が公式に発表され、ね、しているお客さんが入れる人数、まあこれは最大値なので、実際にライブとなると、ね、ステージの仕様が変わりますから、その辺は、まあこの実数よりは下がるということで認識してください。で、このキャパのね、トータル数を下に記載してます。9会場18公演で昨年はキャパ22万をちょっと超えている884名、ね、入るということでした。で今年のツアーで、ね、もう発表がありましたけれども、こちらは8会場で17公演です。キャパトータルをしますと20万トンで4568名ということでした。会場が1会場減りますので、まあ、当然のことながら、公演数も1つ減って、でキャパも当然減ります。
ということはトータルで入場できるお客さんの数は当然下がるということです。チケットの枚数もトータルで減るということですね。で、この数値をね、差額をちょっと見てみると、昨年の22万から今年の20万4000を引いてみると差が1万6316名。この数字じゃあどういうことかというと、例えばこれを今回の公演数17で割ると959名ですので、まあ一つの会場あたり昨年よりも1000名近く入場できる人数がトータルで考えると減るのではないかというふうに僕は解釈をしました。1会場ね、1公演減ったことで、均等割りするとそういうふうになります。それともう一点、これ真ん中に土曜日日曜日、ねを中心に曜日の並びがお記載してますけれども、これが昨年との比較ですね。で、そうしますと昨年は平日が8公演で土曜日日曜日が5ずつの公演でした。で、今年です、平日は3公演、土曜日日曜日がそれぞれ7公演。今年は平日は新潟の時メッセ、これが火曜日1回、それとあと日本武道館が2回ほどありますけども、それ以外は全て土曜日日曜日ということです。ということはやはり、参戦ね、お客さん側も参戦がしやすいんですよね。ウィークデーだとちょっと仕事の関係で行けないよという人も、土曜日か日曜日なら、ね、まあ家族で行けるとか、そういうことになってきますので、見れる人が増える。当然、チケットを欲しい人が増えるということです。ですので公演数が少ないプラス土曜日日曜日、ほぼ土曜日日曜日の公演だということで、おのずと今年はチケットが取るのがね、困難になるのかな、そういうふうに思ってます。で、今回その土曜日日曜日中心の公演なのでね、これ運営側A ちゃんサイドも相当前から会場の確保はしていたのではないかと、そういうふうに、察しますね。会場抑えはやはり大変だったんじゃないかなと、こういうステージ、スケジュール組みをするのにですね、というふうに感じました。で、チケットの種類はもうご存知ですね。 SS ね、 S 席、まあ、車1席A 席と立ち見、A 席立ち見については武道館と、まあどうですかね、ピアアリーナがもしかするとこういう席、席種が発売があるかもしれません。これはまだ今は発表がありませんね。すでに先日金曜日から先行発売が、発売の受付がね、されています。で、今年はまずは SS 席だけね、その枠だけ優先的に、クラブ会員、それとダブル会員ですね、に優先的に枠の発売があります。まあもうすでに受付が始まっています。で、まず最初がその矢沢クラブとモバイル会員、モバイル矢沢の会員ね、そちらダブルの登録を会員になられている方が
第一優先で、今週の日曜日までが受付ですね。で、その次にそれが終わって、今度は矢沢クラブの会員のみ、その方たちで、改めて SS 席の割り振りがあるようです。もうここで SS 席の発売はこれで終わりになりますね。で、その後に矢沢クラブ会員の今度二次選考ということで、S 席と車椅子席の発売ね、もう申し込み受付となります。で、1年前をこう遡ってみますと、この矢沢クラブ枠で S 席、日本武道館の土曜日公演がもう昨年は応募数多数で、この時点で、ね、矢沢クラブ会員枠、その選考でもう S 席が完売したんですよね。ですので、これから、まあ、SS 席の、受付が終わって、その後 S 席の受付になった時に、今年のこのアリーナ会場で、例えば武道館ですとかピアアリーナ、まあまあ、もしくは、大阪城もそうですよね。このあたり早々に S 席がクラブ会員枠だけで完売になる恐れがあります。やはり名古屋公演がスキップされてますので、ね、近隣の大阪城、また昨年は、静岡も浜松もありましたけども、浜松と、ね、愛知、名古屋もありましたけども、今年はエコパアリーナのみですから、やはり東海エリアのファンの方が分散される。それと、九州、ね、福岡マリンメッセもこれ広島公演がないことで、やはり中国エリアの方がこう大阪ですとか福岡に多分多数流れて行かれると思いますので、そういう意味では、ね、新潟と北海道、まあ、北海道は2日今回ありますので、そのあたり以外はもしかしたらだいぶクラブ枠のみで S 席はなくなる恐れがありますよね。で、多分その後にまだ発表は何もありませんけども、モバイル矢沢の会員、ね、の方のみの選考があって、その後に矢沢駅市 LINE 友達選考ですとか、チケットボードの選考とか、そのあたり、ね、続いていくとも思われますけれども、ですから今回、もう昨年もね、ある方にこう聞かれたんですけども、まあ、A ちゃんのね、矢沢駅さんのコンサート行ったことないんですけども、こうチケットをどうしたら取れるんですかっていうことを聞かれたんで、まあその時にね、やっぱり、ファンクラブに入る。それがまず第一。で、それが叶わないのであれば、ね、矢沢クラブに入っている方の知り合い、友達を見つけてください。そうすれば、まあ、なんとか取れるんじゃないですかという話をしましたけれども、まあ、今ね、これを、ご覧いただいている方でクラブ会に入っていらっしゃらない方、そういうことも参考に、まあ、これから選考、他の、ね、有料会員以外の選考もありますけども、確実にこうチケットを、ね、ゲットするにはやはりクラブ会員になる、もしくは、ね、知り合い、そういう知り合いを見つけてください。それが一番チケットをゲットする上で、ね、重要なことになります。
ね、今、ね、お話したように、その2点ね、2点の一応ハードルがあるおかげで、ことで今年はさらに昨年以上にチケットのゲットが大変になるかと思います。それとね、昨年ともうシステム上1点変わったこと、追加になったこととして、チケットボードの会員ですね、これ全ての方がチケットをね、所有される方は会員登録が必要なんですけども、今年は入場の際に顔認証の、登録が必要です。事前登録ですね。これは今までになかったことで、要はご自身で顔写真を撮影してそれを、チケットボードの会員登録そのページに、保存するようになります。これ昨年までは任意でした。強制はありませんでしたけども、今年からは、全ての方が、入場される全ての方の顔認証、顔写真の登録が必要になります。ある方からね、去年もうすでに登録してありますよっていう方もいらっしゃいましたけども、これはあくまで昨年までは任意でした。僕も今回初めて、ね、その顔写真の登録をさ、撮影をして、行いました。ですからまだね、期日は十分ありますんで、スマホの操作が苦手な方、事前に、ね、お分かりになる方に教えていただきながら、撮影登録を済ませていかれた方がね、されたらいいかと思います。その点が今回新たに変更になった点です。まあこの顔認証のことは後々もうちょっと矢沢クラブとかチケットボードの方からこれがないと無理ダメですよとか注意がね、注意告知があるかもしれませんけど、今はさらっとね、こう記載がされてるだけなので、ね、これから皆さんがこう登録するとなると、何かといろいろ不具合、問題点が出ると思いますので、事前に、ね、時間があるうちに登録をされたらよろしいかと思います。のようなことで今回は、ね、スケジュールを見た中で、ね、今年はチケットゲットするのがなかなか大変ですよというそういうお話をさせていただきました。僕は今のところダブル会員ではないので、ダブル会員の友人に、ね同行者として登録してもらって、申し込み中です。まあそれが終わってから S 席にかね SS あ、その後の一次選考矢沢クラブの一次選考についてはまあこれで自分で申し込みをしようと思っています。まあなかなか SS 席はね当たれば本当にラッキーですから、まあS 席狙いになるんでしょうかね。そのような感じです。はい、今回も、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回よろしくお願いします。